はい、皆さんこんにちは。こちら私が今年購入したアップル製品ね、すべてなんですけど並べてみました。で、今日はですね、まあこれで1年間を振り返りつつですね、まあこの中から買ってよかったものベスト3をね、選んでいきたいと思っています。それではいきます。はい、ということでですね、こちら今年購入したアップル製品でございます。まあこれなんか去年に比べて細かいものが少ない感じはねしますけども、まあこれね、時系列で振り返っていくとね、まず3月にまあこの iPhone X 用のねレザーケースをね、まあ、新色を購入したのと、あとはこのスペースグレーのねマウスをね購入していますよね。まあ新色ということでね購入しました。あとはね、ここにはね、ないんですけども、iPad の2018年モデル 9.7 インチのやつがね、まあ、これ、甥っ子がね、今ね、使ってるんでね、まあ、これ動画に一回あげましたけどね、そちらがありましたよね。まあ、非常にね、買いやすいお値段になって、いい iPad だったと思います。で、お次はですね、もうこれ、6月はなかったんで、いきなり7月に発表会なしでね、MacBook Pro の新型が出たということでね、私は15インチをね、まあ、購入してみたんですけどね、これ初めて15インチということでね、まあ、結構ね、このデスクトップ並みの性能で満足しているね、一品でございますよね。結構ね、やはり高性能でございますね。で、お次になるとね、8月にですね、まあ、これはドコモのね、回線を契約と、まあ、セットでね iPhone 8がね手に入ったということでね、まあ、これについてはね、うちの父親にね使ってもらおうと思ってるんですけども、まあ、ちょっとね遠くに暮らしてるんでね、まだ渡せないでいるということでね、ちょっとセットアップとかも、まあ、一緒にやんないといけないんでね、まだ手元にあります。で、まあ、その次はもう9月の発表会ですよね、まあ、これが iPhone XS Max という、ね、ことでですね、まあ、これはね、もう満を持して出てきた iPhone X 系の 6.5 インチってことでね、まあ、かなりね個人的には満足して使っているということで、なんといっても色がいいですよね。はい、そして、まあ、同じ9月で言うと、まあ、この MAX 用のね、シリコンケースを購入しておりますね。で、それと9月の発表会は Apple Watch シリーズ4ですよね。まあ、とにかくね、性能アップが著しかったということでね、まあ、かなりね、この戦力になるアップルウォッチになったなという印象でしたよね。まあ、それとともに、まあ、これ、ね、時期ずれてますが、バンドを2種類購入したというね、ところでございますね。はい、お次はですね、10月末の iPhone XR ですよね。カラフルな色展開の中、あえて黒を購入していますけどね。まあ、これ、画面が液晶だったりとか、あとはカメラがですね、広角1カメでですね、まあ、少しこうお値段コストをそぎ落とした感じでですね、サイズも MAX と 10S の中間でですね、まあ、この電池の持ちのいいというのが特徴でですね、まあ、結構ねこれ評価が高いね iPhone で、合わせて純正のクリアがね初めて出されたということでね、まあ、私はねこれ MAX とね最後まで迷ったというね経緯がございました。で、11月に入って再び発表会を行ったアップルが出したのがこの iPad Pro でしたよね。まあ、私のは11インチですけども、まあ、ホームボタンのない Face ID の iPad としてですね、まあ、初めて出たということでね、この縦横でね Face ID 認証ができるっていうのは、まあ、とてもね、これ結構ね精度が高くていいですよね。あとはこの Apple Pencil、マグネットで充電とペアリングができちゃうというねことですね。新しい機構が取り入れられております。で、このね最近なんですけどプライムビデオがですね全画面に対応しましてね、縮小表示がなくなったんでね、まあ、このあたりで活躍が増えていますけどもね、まあ、これからねもっとアプリがね対応してくるとね、まあ、どんどんね評価は上がってくるんじゃないかと思っていますけどね。で、それと合わせて、今年はですね、スマートフォリオというね、カバーを出していますよね。まあ、従来のスマートカバーと違いましてね、背面もカバーする形になったということでね、フォリオというね、名前になっておりますよね。で、キーボードの方も同じくですね、このような感じで、
まあ、フォリオ形状になったというね形で、まあ、これ背面が保護されて2つ折りになったというね感じですよね。まあ、こんな2つを購入しておりますね。でこれつけるとねこういう感じで背面がマグネットになってますしね、パタッというねところですけどもね。で背面がね今回からカバーされるようになったということでね、まあ、保護性はね上がってますよね。ただまあサイドのねバンパーについてはむき出しなんで、まあ、これはね前のスマートカバーと変わらない部分ではあるかもしれないですね。であとは MacBook Air をね11月に Apple が発表したんで、まあ、ちょっと家族用として私は購入しておりますね。はい、それで MacBook Air についてはねここ数年アップデートがなかったんですがね、ついに新しくなりまして、まあ、最近のね仕様にかなりね、まあ変更になっていますよね。まあ、このデザインはねここの一部が薄いのはキープしつつですね、サンダーボルト3が2機、そしてタッチ ID 付きということでね、で画面もレティナディスプレイに、ね、変わりましてね、まあ、にもかかわらずプロよりも少し軽いというのが特徴ですよね。で USB Type-C つながりではこの iPad Pro 用にですねイヤホンジャックが配信になったことから、まあ、このアダプターを購入したのと、でこれは Type-C のねウォッチの充電器を、まあ、これね試して使っているというところですね。はい、それではですね買ってよかったものベスト3を発表したいと思います。まずは、3位からですけどもね、はい、こちらの MacBook Pro 15インチでございます。でこれはですね、まあ動画の編集をやるようになってですね、まあ、それまで使っていた MacBook Pro の2016年モデル13インチではちょっとね出先とか出張先でのね不安があったんですね。まあ、それをこれがですね、まあ、完璧に、これねパワーアップしてくれたということで、まあ、このデスクトップのね iMac を超えるぐらいのね処理能力で、まあ、動画の、まあ、書き出しなんかねすごい早くなってるんですよね。なのでねもうとにかく、まあ、故障時とか出張時、まあ、これ安心してねこれ1台あるだけでですね、まあ、これ全てカバーできるということでね、まあ、少し13インチより重くはなりましたが、このね、まあ、バックアップ兼あるいはですねこれから、まあ、今年はデスクトップで使っていくことも、まあ、計画中ということでね、まあ、かなりね満足度の高いこれ、ね、MacBook Pro となっています。でそれでは第2位はこちら、はい、iPhone XS Max でございますね。でこれはもう噂が出てた時から期待していたんですけどもね、まあ万能機ですよね、言ってみれば。でまあこのゴールドのステンレスの新色として出てね非常に満足しています。で大きさについてはね iPhone X からの移行で少しねやはり大きさ重さを感じますが、まあそれでもですね、まあそれを我慢してでも、まあ、これね手に入れられるのがこの画面の大きさですよね。でやっぱりねちょっとその iPhone X の時は画面に、まあ、少しね、まあ、大きさの物足りなさがあったんですよね。それはプラスサイズからね移行していたものですからね。であとはこのカメラが、まあ、とにかくね、まあ、夜間そして昼間も発色がいいということでね、まあ、大変満足している iPhone XS Max でございますね。まあ、この iPhone X の時はね、まあ、ちょっとね見ていたり、まあ、動画なんかの時特にそうですけどね、まあ、物足りないなって瞬間があったんですけどね、まあ、それを完璧にね、まあ、補ってくれたこのサイズの iPhone X 系のね、まあ、Max ということでですね、まあ、かなりねこれ満足して使っている iPhone なのではないでしょうか。はい、それではね、いよいよ1位の発表でございます。さあどれでしょうか。ダダ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 じゃーん、 Apple Watch シリーズ4でございます。まあとにかくねこの処理能力が上がったんでね、このやめていたモバイル通信がちゃんと使えるようになりましたよね。まあこれかなり大きいですね。まああとはねこのゴージャスなこのちょっと奮発してねゴールドのステンレスを選んでみましたが、まあ、このあたりもねこの iPhone の Max とね合っていて、まあ、非常に満足している感じでございますよね。でまあこのエレガントな装いにこのミラネーゼループのねこの金属のバンドも、まあ、ちょっとね買わされてしまいましたが、まあ、先日結婚式なんかでねちょっと、これをつけるとですね、まあ、どうしてもスポーツバンドやスポーツループはですねカジュアルになっちゃうところ、まあ、ちょっとエレガントな感じでねとても良かったですね。
まあ、今回はねあのゴールドにして良、まあ、かったなというふうに思います。まあ、いずれにしてもね処理能力がね急激に上がったことで、まあ、かなりね活躍の場が増えてきたアップルウォッチシリーズ4でございますね。シリーズ2から使っていますけどもかなりの飛躍を感じました。ではねアクセサリー番外編ということ でアクセサリーでね良かったものをピックアップします。でまずはね MacBook Pro 15インチについてくる USB Type-C の電源アダプターですね。これが87ってあるんですけど結構ね潰しが効くんですよね。この MacBook Air でも使えたりしますし iPad Pro でも使えたりしますよね。あとはあの iPhone でもね専用のケーブルを買えばですね高速充電ができちゃうってことでかなりね重宝しています。であとはねこの iPad Pro についてきた USB-C のねケーブルが細身でねしなやかで、とてもねこれ良かったですよね。これいいです。それでまあこのスマートキーボードフォリオがね予想以上に使う機会がねありましたよね。でもちろんね私もともと否定派だったのはこの重さがあるからね持ち出しにはね今でも使ってないんですけども、まあ、これね自宅でよく使うようになりました。iPad Pro にね装着することによってやれることがね増えまして、まあ、MacBook 系でねやっていた作業、まあ、表計算とかねタイピングとか、まあ、そのあたりをね少しこっちに移行してきてるような、ね、感じがいたしますよね。で同じことはですねこの iPhone XS Max にも言えまして、画面の大きさからですね少し iPad でやっていたこと、まあ、動画を見るとかがこの Max に、ね、移行しちゃってて、でこのウォッチもね性能が上がってきたんでね iPhone の仕事を少しウォッチがやったりするという、まあ、そんな現象がね、まあ、結構起きていますよね。はい、ということでですね、まあ、今年は iPhone なんかもまあブラッシュアップ系が多かったんですかね。 Mac もそうですけどね、まあ、この典型をですね、まあ、2つ3つに展開したというねところとか、まあ、ただ地味にねカメラ良くしたりしてきてますけどね。でまあ、オールニューっていうとやはりこの iPad Pro かなんかに、ね、なってくるのかと思いますけどね、まあ、iPad Pro についてはちょっと、まあ、アプリの対応などでですね、まあ、この飛躍的に向上した性能を今後ね生かしていくというところで、まあ、評価はね半年ぐらいかかるんじゃないかと思いますよね。まあ、ということで Apple、まあ、今年はね9月まではね、まあ、しっかり売れていたということで、まあ、それ以降もねいろんな噂は出ていますが、まあ、決算発表まで分かんないわけですよね。まあ、そういうことでね、まあ、結構ね満足した製品の多いね1年ではありましたよね。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が面白いなと思ってくださった方はいいね、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。